お茶の間の米村キララです。お茶の間の田代すみれです。今回は美容メディアのぼーちさんの YouTube チャンネルで私たちのセルフメイクを公開させていただいたんですけど、はいはい、もっと可愛くなりたいので、はい、今日は、この方に来ていただきました。はじめまして、ヘアメイクの岩田結菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、はい、お二人もうすでにすっごく可愛くセルフメイクをもう、ね、していただいてるんですけれども、はい、さらにちょっとアドバイスさせていただいて、はい、可愛くなるようにメイクしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではキララちゃん、はい、なんか普段メイクでお悩みはありますか？私はシェーディングがすごくうまくできなくて、うん、なんかここが真っ黒になって真っ黒になってメンバーとかになんか黒いよって言われたりとか、うん、でもやっぱりこうなんかすっきりさせて見せたいので、うん、どうやったらうまくシェーディングできるかを教えていただきたいです。そうですね、シェーディングはシェーディングが入れてますねっていう風にわからないのが一番、ね、自然に陰影効いてるっていう風に見えるのが一番いいと思うので、はい、そういう風に見えてナチュラルにもう小顔だけどさらにこうキュッと引き締まるようなシェーディングの入れ方を一緒にやっていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、で普段使ってるシェーディングなんですけど、うん、このなんかスティックタイプのシェーディングなんですけど、なんか粉だとこうライブとかするときにちょっと弱いかなと思ってスティックタイプ使ってるんですけど、うん、これがうまく全然使えなくて、入れやすい分、はい、確かに濃くなりがちなのがスティックですよね。はい、でもうまくぼかせばすごくあのシェーディングの中では一番すごく綺麗に仕上がるタイプのものだと思うので、こうものアイテム選びは最適だと思います。ありがとうございます。はい、なんかここがなくなったらここが一番なくしたいなくしたいなっていうのがあるんですけど、でもなんかこことかにメイクさんってこう入れる入れます入れます感じですよね。そうなんです。ここに入れるなら、はい、このこめかみ部分もしっかり入れた方がちゃんとこう上下の顔のバランスが取れるので、ここ入れるなら上も入れた方が良いですね。わかりました。全体的に小顔に見せる。そうです、全体的にバランスよく小顔に見せるっていうのがポイントですね。いつもどんな感じで、あ、でもこの辺に入れてます。うん、場所は大丈夫です。わかりました。顎先まで行っちゃっていいですね。わかりました。はい、顎先まで。これなんです。あ、確かになんかシュッてした、うんうん、そうなんです。確かにここで途切れちゃうと、はい、そうちょっとあの影がせっかく影効かせてきたのにもったいないので、はい、この顎下まで伸ばせるぐらいの範囲効いてるといいです。こめかみいっちゃいましょうか。最初右半分仕上げちゃいますか。はい、ありますはい。じゃあここそうですね、これはどうやって入れたらいいですか。じゃあちょっとやらせていただいてもいいですか。このこめかみのこのあたりですね、うん、ここをがっつりこれぐらいいっちゃいます。すごい、そう、はい、結構いっちゃいます。そうするとこの辺が空きますよね。でシュッとせっかくあの顔周りフェイスラインでとこめかみのところで見せて、ここも締まってないのはもったいないので、ここにもほんのちょっと影シュッと入れます。すごい、見えますかね、うん、頬骨の真下に入れるとすでに影の部分がさらに際立っちゃうので、頬骨のこの下の影よりちょっと上を目指して入れてます。やり方としては一回外に全部ぼかします。こっち側に向かって外に、生え際の方かな、髪の生え際の方にすごいしっかり、これもこっち側に、うん、外で大丈夫です。全部外にやってから残ったのを内側に入れ込むっていうのがポイントですね。でこれもこれも一回そう外にやります。外にやる、なんならこう耳側、耳方向にもやった方が自然に馴染みます。耳とか首、だからそうしよう、いつもこっちに向かってやってました、ね、やりがちですよね。そう、一回外側にやるのがより自然に仕上がる方法ですね。で外にぼかしきったら少しこう残ったのをこっち側に、内側に入れていくっていう感じですね。すごい、うん、すごい、いい感じ。すっきりした。すっきりした、めっちゃ。いつもここにしか入れてなかったのを、ちょっとこことかここにも足して、全体的に外側にぼかすことで、ナチュラルで、より小顔になることができました。はい、さらに小顔になってます。ぜひ、このやり方、ね、はい、今後も試してやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いては私、田代が挑戦していきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。
じゃあすみれちゃんは、はい、メイクでお悩み何ありますか？はい、そうですね、私はあのチークの位置にすごく悩んでいて、うん、こうなんだろう、こうちょっとチークを入れた時に左右非対称のことがよくあるんですよね、うん、そういうのをすごく改善したくって、チークの位置を知りたいです。位置を知りたい、はい、普段どうやって入れてるかをなんとなくちょっとエアーで、はい、そうですね、やってみたいな。エアーだともうこうやってつけて、うん、もうなんかなんだろう、ここら辺っていう感じで特に定まってないんですよね、ここに塗るっていうのが、なんか気持ち的にこうやって塗って、でパッて見るとなんかこっちの方が上だったりとか、そういうことがよくあるので、うん、はい、じゃあ何か目印を つけたいってことですね、はい、自分にこう合った目印とか、うん、そういうものをつけたいです。わかりました、お願いします。はい、お願いします。はい、すみれちゃんはどんな感じの雰囲気に、はい、こうなりたいとか、はい、イメージありますか？基本やっぱりこう可愛い雰囲気はすごく出していきたい感じで、可愛い雰囲気に持っていきたい、はい、常に可愛いんだけどよりこう可愛さを際立たせたい時は、はい、黒目の延長線上、はい、そうです、頬骨の上ら辺に、はい、ふわーっとこう楕円を描くように、はい、筆でこういう、そうです、やって描くのが一番可愛く、はい、しかもナチュラルに、はいはい、甘くなりすぎない可愛さになります。笑った時に頬がふっくらなる、はい、そうです、に円を描く、そう、ふわふわーっと、ふわふわ。いや、すみれちゃんは、はい、多分お顔が縦長さんか横長さん、はい、どちらかって言ったら多分縦よりは横の印象かなっていう風に、どちらかというとね、はい、うん、って思うので、はい、ちょっとチークを縦っぽく、縦っぽく、楕円、縦楕円、縦楕円、こう縦長楕円、こういう感じかにするとより、はい、こうお顔のバランスも取りながら可愛くなるので、すごい、ふわっと、はい、筆の使い方もさすがですね、上手。適当にポンポンポンってやるより、はいはい、で印、目印があって、はい、で、あ、縦長楕円みたいな心の中で、はい、こうちょっとささやきながら、はい、こう筆動かすと、はい、多分それっぽくもなるし、均等にもなりづらいと思うので、はい、ぜひ、はい、意識してみます、はい、やってみてください、はい、はい、2人のメイクが終了しました。イエーイ。私はシェーディングの入れ方を教えていただいたんですが、普段こう内側に向かってすごく濃く入れてたのを外側に向かって入れるようにするのと、入れる場所をこう変えていくことでちょっと小顔を手に入れることができたんじゃないかなと思います。はい、私はこう普段こう何の気なしにこうチークを塗っていたんですけどこう縦にこう黒目の延長線のにこう楕円を描くようにっていうのをすごく意識したら、とても可愛らしい印象になることに気づけました。お二人ともしっかり、はい、学んでくださってありがとうございます。ありがとうございました。はい、そうですね、なんかシェーディングとかチークって、はい、なんかニュアンス系なので、はい、激変するわけじゃないけど、でもとっても顔の中で、はい、ね、印象の変わる大事なね、メイクの一部だと思うので、はい、ね、今言ってくださったみたいなやり方をこれからも続けていただけると嬉しいです。はい、はい、教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、視聴している皆さんもぜひ参考にしてメイクしてみてください。バイバーイ。バイバーイ。